バルター機関、バルター機関、バルター機関とは1933年から第二次世界大戦末期にかけてドイツでヘルムート・バルターにより主として軍事用に開発された高濃度の加酸化水素が分解するときに発生する水蒸気や酸素を利用する熱機関の総称である80%濃度の加酸化水素は比重1.36単光色 刺激臭の方向を持つ液体で、機密保持状、インゴリン、または T、ストフイコール T 液と呼ばれた。この液体は、有機化合物、鉄サビ、銅、鉛などに接触すると、激しく反応して分解するため、安定剤として、少量のオキシキノリンを及びにリン酸ナトリウムを混合し、アルミニウム、陶器、ステンレス、ポリエンカビニルなどで作られた容器に入れて保管される。 この液体は、触媒に触れると552キロカロリー、キログラムの熱を出して、酸素ガスと水蒸気水曜日に分解する。触媒としては、カマンガン酸ナトリウムやカマンガン酸カルシウムの水溶液、通称 Z ストフ、Z 液を用いる。低温式、バルター機関は、この高濃度加酸化水素と触媒とを反応させ、 分解時に発生する酸素と水蒸気の混合ガスを作動流体として利用するものである。高温式、バルター機関は発生した酸素と燃料、軽油、メタノール、水和ヒドラジンなどと混合して燃焼させ、発生する高温高圧ガスを作動流体として利用するものである。低温式よりも経済的で出力の制御も可能であるため、 比較的長時間の使用に適している。また、燃焼ガスの温度は必要に応じて、水を加えることにより調整する。これら作動流体の利用形態としては、直接噴射してその反動を利用する、ロケット式とタービンを駆動させて、軸出力に変換する、タービン式の2種類があり、用途に応じて使い分けられた。第2次世界大戦末期に使用された。 極地防空戦闘機、メッサーシミットミー163バイト型には、高温式、バルター機関である、HWK109 から509ロケットモーターが、装備されていた。ロケットモーター本体には燃焼室1個があり、この燃焼室内で、T 液80、80%加酸化水素と、C 液、メタノールヒドラジン系燃料が混合されると、 直ちに爆発的な燃焼反応が発生し、自己着火性推進剤推力となる。作動中、タンクから出た T 液の大部分は送液ポンプにより燃焼室へと送られるが、その一部は別系統の配管を通じて蒸気発生器に送られる。蒸気発生器内にある触媒、カマンガン酸、カリウム、二酸化マンガン、水酸化ナトリウムなどを、 セメントで練り固めたブロックと反応して T 液は酸素と水蒸気に分解され発生した水蒸気により蒸気タービンを作動させるタービン軸の両端には送液ポンプがあり T 液と C 液はあらかじめ一定の割合で燃焼室へ圧送されるように調整されていたなお蒸気発生系には別にバッテリーで作動する電動ポンプがあり 指導時はこの電動ポンプを使って T 液を蒸気発生器に送るようになっていた。また、ロケットモーターシューターにある燃焼室には T 液と C 液を噴射する12本の噴射弁が配置されていた。この噴射弁は2本6本12本の3パターンの噴射によって水力を3段階に調整できるように言っていた。メッサーシミット m ー1 6 3バイトは 最大速度時速 960km、高度1万メートルまで3分で上昇するという、当時としては、画期的な性能を示した。エンジン単体の質量は 150kg、最大水力 1500kg、HR における燃料消費量は 8.5kg、チェック、ロケット噴射時間は6分であった。バルターロケット技術は、当時、 軍事同盟を結んでいた関係で、日本にももたらされた。この時の外略資料をもとに、特殊2号薬液ロケットが開発されるとともに、B-29 爆撃機迎撃用に、ロケット戦闘機収水が試作された。開発中の地対空ミサイル噴流の液体燃料、ロケットエンジンとしても予定されていた。バルター機関は燃焼用の酸素を外部から供給する必要がないため、 潜水艦用の水中動力として1937年頃からドイツ海軍に提案された。1940年には出力1 8 4 0ット、2 5 0 0馬力の低温式バルタータービンを備えた排水量80トンの小型試作艦 V-80 が建造され、先行中の最大速力26ノットを記録した。第二次世界大戦末期。 ドイツ海軍は潜水艦船の不振を取り返すために様々な水中航行用動力を装備した水中高速潜水艦を建造したが、それらの内宙 U ボートザベアブ型及びイクスビ型は高温式バタータービンが搭載されていた。ザベアブ型では過酸化水素水溶液は船体下部の非体圧船閣内に柔軟なポリエンカビニルの袋に入れて収められていた。 ステンレス製送液パイプを経て触媒室にポンプで圧送され、ここで高温の酸素ガスと水蒸気に変えられ燃焼室へと送られる。燃焼室には別の送液系から軽油が送り込まれ、さらに別の送液系から燃焼温度調節の水が送り込まれる。燃焼室内では酸素水蒸気混合ガス、軽油、水以降緑時十二分、一の容積比で混合された後、 燃焼によって水蒸気に変わる。最終的にこの水蒸気を作動流体として蒸気タービンを駆動する。蒸気タービンで発生する軸出力は減速ギアを介してスクリューを回し推進力となる。一方、蒸気タービンから排出された水蒸気は複水器で水に戻され、さらに冷却器で適温に調整した上で再使用される。 この燃焼で発生する二酸化炭素ガスは、複水機上部に溜まるので自然に分離さる。その後、二酸化炭素ガスは、電動ポンプで海中に排出される。問題点としては、などである。解決策として、バルター博士は、間接式、バルタータービンを考案した。これは、過酸化水素と経由を特殊なボイラー内で反応させて、逆に、摂取零々度の高温ガスを作り、 この熱によって水蒸気を発生させるものである。加熱水蒸気、水が沸騰して発生する摂氏100度の水蒸気をさらに加熱した水蒸気が使えるので熱効率は元のバルタータービンよりも高くすことができた。この間接式、バルタータービン機関は開発中に終戦となり実用化までには至らなかった。第二次世界大戦後、水中で高速を発揮できる。 バルタータービン潜水艦は戦勝国に注目され、イギリスとアメリカは、それぞれ一隻ずつザベアブ型 U1406 と U1407 を接収し、研究調査目的に供した。1956年、イギリス海軍はエクスプローラー級潜水艦2隻を試作したが、大量の加酸化水素が必要であることと、加酸化水素の安全性の問題からほとんど実用に、供されなか。 アメリカ海軍でも小型潜水艦 X-1 で実験はしたが、より高性能で、表面上は安全な原子力潜水艦の成功によって取りやめとなった。ソビエトも接収した XB の資料をもとに616計画で試験を行い、1950年代に S-99 潜水艦を建造したが、実用化には至らなかった。第二次大戦後、 宇宙分野では酸化剤として液体酸素を使用する液体燃料ロケットが潜水艦では原子力潜水艦が主流となりバルター機関は完全に忘れ去られた過去の存在となった。しかし比較的シンプルなシステム構成と大出力という特徴から特殊な分野においてはしばしば適用が試みられていた。1950年代アメリカ陸軍は偵察。 連絡、軽戦闘用に一人のリブイトール機の開発を進めていたが、それらの中に低音式、バルターロケットを使用するワンマンヘリ、カズトノリの超小型ヘリコプターあった。ロータークラフト社の RH-1 ピンホイールは、その中の一つであるが、機体をパイロット自身が身につけ、パイロットの足がスキットを兼ねるという、極めてシンプルな構造であった。 通常のエンジンに相当するものはなく、加酸化水素分解で発生する水蒸気をローター先端から噴射し、その反動でローターを回転させる仕組みになっていた、翼端噴流式。時長7 5ラム、最大速度時速1 0 0トルであったが、作動時間の短さが弱点となって試作のみで終わっている。バルター機関適用の成功例としては、 1961年に米国ベル社のムーアギ氏が開発したロケットベルトが唯一である。ロケットベルトはロケットエンジンと高濃度加酸化水素の推進材タンクをバックパックとしてまとめパイロットが背負うことで飛行するという簡便な個人用飛行装置である。低温式バルターロケット方式により加酸化水素の触媒による分解で生じた酸素と 水蒸気の混合ガスを直接噴射し、その反動を制御することでパイロットは飛行することができる。最高速度は時速95キロ、飛行高度20から30メートルという性能を発揮できるものの、人間が装備するという制約などから、航続距離250メートル、作動時間はわずか20秒程度に過ぎないため、これまでのところは単なるデモンストレーション用途の域から出ることがない。 1965年公開の映画007サンダーボール作戦で秘密兵器として登場したほか、1984年に開催されたロサンゼルスオリンピックの開会式でのビルスーパー操縦によるデモフライトは特に有名である。その後、1985年の国際科学技術博覧会でもジャンボトロンの前で飛行実演レタ。他に、 バルター機関によるロケットエンジンとしてイギリスのデハビランドスペクター等があった。また、1972年に日本の海上自衛隊に配備された72式魚雷 G-5B 型は動力源に高音型バルタータービンを使用しており、最高速力50ノットを出すと言われていた。他にもイギリスの魚雷やソビエトの約5 3 3 6 1 53から65魚雷で使用された。マーク12魚雷は、65型魚雷は、クルスクで、それぞれ推進剤の高濃度加酸化水素に起因すると、見られる事故を起こして、搭載艦が没している。今日の魚雷は、対潜水艦船を第一に想定しているが、バルタータービンには深度によって速力が大きく、変化する欠点があるため、これを克服する技術革新がない限り、 バルタータービン魚雷が再登場する可能性は低いと見られている。また、1974年、メッサーシミットベルコーブローム社が開発した、磁気浮上式鉄道コマットの実験で推進に用いられ、時速 401.3km を達成した。限られた距離の実験線では、当時のリニア誘導モーターでの加速では限界があり、推進にバルター機関が用いられた。 1938年に試験用エンジンとして開発された。高温マルター機関が元になった。燃焼室がある。T 液、火酸化水素と M 液、メタノールが使用される。エンジンはターボポンプを断続することで制御された。このポンプは T 液と Z 液、カマンガン酸ナトリウム、またはカマンガン酸カリウムの水溶液によって生成された。蒸気で駆動された。 最大水力は 500kgf で60秒間維持された。試作エンジンは世界で最初の運用可能な HE176 ロケット飛行機の動力として搭載された。このエンジンを元により強力なロケットエンジンである HWK109 から509が開発された。内面機関というよりも化学反応により低温バルター機関として作動する。T 液。 過酸化水素と Z 液、カマンガン酸ナトリウム、またはカマンガン酸カリウムの水溶液が推進剤として使用される。このエンジンはロケットの打ち上げ支援のために燃料コンテナと組み合わせて使用された。約 500KGF の水力を30秒間生み出した。1937年から重爆撃機やグライダーが離陸時に補助推進機として使用し、 使用後はパラシュートで回収された。HWK109 から507液体燃料ロケットエンジンは HS293 誘導爆弾の動力として使用するために開発された。このエンジンは燃焼室を備え燃料タンクと燃料を圧送するための圧力容器が備えられていた。姿勢を安定させるためにノズルは水力が 機体の中心を通るように下向きになっていた。T 液、過酸化水素と Z 液、カマンガン酸ナトリウム、またはカマンガン酸カリウムの水溶液が水深剤として使用された。この2種類の水深剤を混ぜることによって化学反応が生じるが燃焼ではなく低温モードとして知られるモードだった。水力は 590Kgf を10秒間維持した。 メッサーシュミットミー1 6 3やボチャム BA349 に搭載された。濃度80%の過酸化水素から構成される、抗液を酸化剤に、メタノール57%、水化ヒドラジン37%、水13%のおつ液を混合させることにより、化学反応をさせるというシステムで収水に搭載された。ネイピアが開発した。 ラト用の水力 4000LBF のロケットエンジンで1956年と1957年にイングリッシュエレクトリックキャンベラに搭載されて高高度記録を樹立した。実戦配備されず、3V ボンマーやデハビランド DH-106 コメットの離陸補助用として開発が進められたものの、Z エンジンの急速な性能向上により配備には至らなかった。 サンダースロー SR-177 に搭載するために開発が進められたが計画は中止された。HWK109 から509を原型として超音速飛行用に開発された。1948年10月に試験機は高度3万5五千フィートを 930mph で飛行した。ブルースティールミサイルでの加速と巡航に使用された。 南アフリカ空軍の鉱山地帯で運用するために、ラトとして、ブラックバーンバッカニア S50 で使用された、推力 4000LBF のエンジン。ロールスロイスリミテッドで生産された、火酸化水素とケロシンを推進剤とする、ブラックアローロケットのロケットエンジン。ブラックアローロケットの改良型として、ロールスロイスリミテッドで開発された、火酸化水素とケロシンを推進剤とする、 ロケットエンジン。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。